はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルイージです。では今回は提督の決断続きをプレイしていきたいと思います。前回最後ですね、各国の、技術レベルだとか備蓄している資源の量とか見ていただいたと思うんですけども、まずアメリカ軍は、艦隊数、艦船の数、飛行機の数で日本軍が優位に立っているものの、やっぱり資源の備蓄量が圧倒的かつ技術レベルも非常に高いということが分かったわけなんですね。なのでしばらくの間は日本も、技術レベルを上げてアメリカに対抗していくということをしつつ、ドイツがですね、かなりイギリス軍に押されてますので、これを支援するために主力艦隊はイギリス方面作戦に投入していきたいと思います。ではまずですね、ちょっといらないというわけではないんですが、石油が余ってるんで、石油をドイツ軍にあげましょう。ドイツの方も石油は余ってそうな感じなんですけどね。で、ハワイ沖の方は、しばらくは、アメリカ軍に対しては専守防衛。で、主力艦隊は、この第3艦隊を、まずは、インド方面に転戦させましょう。で、インド方面なんですけども、実はですね、アラビア海の方にイギリス軍の艦隊が集結している様子が見て取れるんですね。アラビア海はインド洋に面しているんですけども、第2艦隊はご覧の通り傷ついている艦隊なんですが、まず第5艦隊、これ空母2隻入っている艦隊ですね。正規空母イーグル、正規空母ブルワークが入っている第5艦隊、これがちょっと侵入してきているというところですね。正規空母イーグルで、あとは軽空母のブルワークで、さらに第7艦隊、これ従順中心の艦隊。で、第9艦隊の方は、潜水艦が入ってるんですね。なので、ちょっとこれらの艦隊に対抗できる、インド洋に展開している艦隊は、この第2艦隊のみなんで、ちょっとこの第2艦隊でね、防ぎきるしかないんですけど、今見てもらった通り、敵は潜水艦を出してきているんですね。で、味方の方は潜水艦に対抗できる戦力がほとんどないので、インド洋にこの第4艦隊、これ軽巡駆逐艦合わせて5隻入ってるんで、この艦隊を差し向けます。で、南太平洋の攻略、アメリカ軍の殲滅に関しては従来通り潜水艦隊を中心に行いましょう。ではこれでターンを進めていきましょう。イギリス軍がね、侵入してくるかどうかでだいぶ戦局が変わってくるかなという感じがするんですけど、まずは南太平洋の残りのアメリカ軍を駆逐しておきましょう。早速発見してるね。もうね、ほぼほぼ敵の戦力は削り切ってはいるんで、駆逐艦とかもね、もう完全におそらくボコボコにしてあるはずではあるんですけど、ちょっと魚雷の撃ち方がもったいないな、委任してると。これ距離届かないでしょう、魚雷。ただここで団子になってくれてるとめちゃくちゃありがたいな。こんな感じで魚雷撃ち放題ですからね。駆逐艦はいなそうだな、少なくともこの艦隊には。こうなるとちょっと一方的な展開になりますね。軽空母撃沈してますね。よし、こうなってくると味方の艦隊をちょっと前に出しますか。まず空母に関してはちょっとパワー不足になるんで、軽空母しかいないんでね。あと正規空母1隻ですね、しかいないんで、ちょっとだけ近づけておいて、
で、駆逐艦とかもね、出すと危ないんで、ここは1000艦以上の艦隊を差し向けましょう。戦艦と従順ですね。これで南太平洋の攻略、南太平洋の敵飛行場の攻撃ですね。もう伊藤誠一中将もいるしね、まあ、一方的な展開で戦艦なぶり殺しにはしましたけど、まだ取り逃がしているはずなんで、それと空母軍がぶつかるっていうのは避けたいんですよね。甲板がベニヤ板みたいな感じなんで、味方の方は。さあ次、夜とともに敵の飛行場に戦艦部隊を突撃させましょう。敵機に発見されてるね。そしたらこれはもう撤退させましょう。空母は撤退させます。ここで空母を沈められるわけにはいかないんで、この戦艦たちをちょっと駆逐しておかないと味方の艦隊の戦艦部隊の突入はないな。敵がいそうな場所は分かったんで、この辺ですね。おそらく敵も味方の基地の近くで待機したいっていう感じなんだろうな。なので3日目の夜に突入しましょう。戦艦部隊は、いや今この雨が降ってる時とかに突入させてもいいんだけど、雨すぐ止みそうだからな。この辺に敵艦が潜んでいるはず、目論見では。いないか。軽巡に関しても撤退させましょう。もうここは従順以上の重装甲艦だけで臨みます。この追っていく展開が良くないんだよね。回り込まないと。空母は沈めておきたいな。護衛空母とはいえね。
ちょっと魚雷がここで不足したんで、おそらくこの先、戦艦4、護衛空母1は取り逃す可能性がありますね。あとどんだけ。味方の潜水艦の魚雷が残ってるかですね。では、味方の戦艦部隊の突入を行いましょう。ここで雨が止むか、しかも。ちょっと突入のタイミングが遅かったかな。3日目だとね、夜までで、ミッドナイト、深夜までですからね、攻撃ができるのが。敵の方は戦艦が1、2、3、4、5、6、7隻撃沈してますね。あとは軽空母、1隻。2隻。で、取り逃してるのが、戦艦が1、2、3、4、2、護衛空母1隻ですね。軽空母。まあ、次のターンで殲滅できるでしょう。で、第1艦隊の方は、正規空母が1隻、やっぱり敵の爆撃を受けてるな。で、問題はインド洋なんだけど、インド洋に敵が侵攻してくるかどうかですが、侵攻はしてこなかったね。大丈夫だね。よし。ドイツは航空技術と通信技術の支援をしてくれたと。ありがたいな。非常にありがたい。で、味方は源流海型、昇竜に潜水艦2隻が完成してますね。これじゃあ急いでインド洋方面に差し向けましょう。で、中型ディーゼル機関が開発可能という状況ですね。そしたらちょっと今回はですね、駆逐艦と潜水艦と、あとは輸送船をちょっと作っておきましょう。で、インド洋に展開中の艦隊は第2艦隊ですね。ここに急いで日本近海から艦隊を編成して送り込みましょう。新編成で、まあ輸送用の艦隊なんで第15艦隊として、先ほど完成したばかりの潜水艦と正規空母ですね。これを乗せていきます。で、第6艦隊、今作ったこの昇竜の方には艦載機乗せておきましょう、早速。まあ、一旦自動配備で乗せておいて、どうだろうな、52型。ちょっと数が足りないかな。飛行場の方にだいぶ回してるので、戦力を。航空戦力を回しすぎているんじゃないかっていう感じもするんですけどね。もうすぐ夜間離発着可能な飛行機が出来上がるんで、ちょっとそれまでね、なんとか今の生産体制で乗り切りたいんですよね。では、忘れないうちにまずは、兵器開発ですね。中型のディーゼル機関、航空機の開発だな。これやっとかないと。そうか、1週間無駄にしちゃったんだな。銀河、サイウン。どうしようかな。この辺はサイウンだけやっておきますか。1860。もったいないよな。やめとこう。で、シナノ型もね、毎回言ってるんですけど、作りたいんですけどね。まあ、装甲が厚いんで、まあ、いわゆる装甲空母になるんですけど、艦載機の数が47機しかなくて、もうこれって軽空母並みに脆いというか数が少ないんですよね。で、ディーゼル機関5000円はちょっと今出せないな。じゃあ技術開発を入れておきましょう。
まあ、アメリカ軍とのね、この辺りに徹底的に差がありますからね。で、あとは先ほど話したように、まずは艦船で駆逐艦を何隻か作っておかないと、駆逐艦が圧倒的に少ないんで、カゲロウ、そうだな、3隻ほど作りますか。まあ、駆逐艦はね、2週間で出来上がるっていうのはありがたいですよね。ヤマとガイとかになるとね、17周とかですからね。まあ、実際にはヤマト作るのに2年とか3年とか多分かかったんじゃないかなと思うんですけど、それにしたってっていうところなんですよね。で、あとはちょっとね、戻っちゃいましたけども、潜水艦、まあ、なんといっても、技術力の差がありすぎるんで、ここは潜水艦で穴埋めをしていくしかないんですよね。で、あとは輸送船をちょっと今回4個作ります。資源をね、備蓄するためには資源が絶対的に必要になるんですけど、そのための輸送船の配備状況が追いついていないっていうのがあるんで、鉄が取れるところを中心に、輸送船をマックスまで配置していきます。これでもうむしろ輸送船の余りはないはずなんで、どうしようもないよな。で、問題はイギリス軍の方なんだよね。増強はないね。増強はないけど、怖いは怖いんで、やっぱり飛行機ちょっと作っておきますか。そしたら、それか、兵器開発でサイウン作っておくか。まあ確かにね、サイウンは航続距離が3080あるっていうのは大きいんですよね。先に敵の艦隊を発見できるっていう意味では。ただ夜間戦闘が不可能っていうのかな、使えないよな。銀河は夜間戦闘可能か。まあ、銀河もちょっと3630使って作りますか。銀河だって5370でしょ、飛行距離が。錦の飛空艇、これは欲しいよな。なんて言っても2000キロ飛ばせますからね。あの、2000キロの爆弾を持って飛ばせますからねってことですね。で、航続距離が7000か。ただ、夜間戦闘が不可能っていうのはちょっとな、作るにも、ちょっと躊躇しちゃいますよね。雷撃能力が高いのはやっぱり銀河。で、空戦能力、B か。これでも B 止まりですよね、四電海。で、これを、あの、陸上の、こう、あの、基地に配備せざるを得ないっていうのがね、空母に乗せられないんで、汎用性があるんだったらば四電海。これ、あの、500キロ爆弾持っていて航続距離が1715、これを基地に配備してどうかだな。まあ夜でも離発着可能なんで、敵艦が迫ってきた時に攻撃が可能っていう意味で言うと、錦の飛空艇はちょっとないんですよね。夜間に離発着不能ってなると、まあ、銀河か四電海かっていうとこだな。空戦能力を重視するんだったら四電海だけど、敵艦が殺到してきてる状況ってどっちかっていうと、もう敵の戦艦の砲撃を受けている状態なんで、雷撃能力の高いこっちの銀河を作っておきましょう。お金かかるけど。で、銀河を各基地に配備するっていう方がいいかな。
で、あとはそしたら諜報活動も入れときますか。2078。あとは飛行機を作るかどうかだな。今回のターンは飛行機をやっぱり作る。ちょっとは作るんだったら水星海なんだよね。航続距離が長いんで、これが2000キロ飛べるんで、航続距離がで1000キロ爆弾も持っている。夜間戦闘が不可っていうのは痛いけど、まあ、これをちょっと乗せるか。35。で、第二艦隊の配備状況なんですが、艦載機。これがね、多分水星海。そうですね、水星海が結構数は乗ってるね。天山も出てるし、護衛機20機ってちょっとありすぎだよな。しかも護衛機に9路式の艦船、ちょっと古い型だな。これ21に乗せ替えましょう。で、代わりに99式の艦爆、これ護衛機ではなく、偵察機代わりに使ってますけど、これで再編成しましょう。で、運閣の方は73機で搭載機がですね、こっちは水星天山か。水星は夜間に飛ばせるんで、まあ海ってついてる水星海の方が飛ばないっていうのはね、夜微妙ではあるんですけど、じゃあこれでいきましょうか。で、次のターンでインド洋に入ってきてくれる艦隊があるかどうかだな。マラッか、セレベス、いないか、いないね。レイテも来てない。潜水艦5隻の入っている艦隊。これ、2周かかりますね、インド洋到着まで。そうなると、インド洋に配備する飛行機なんですけど、爆撃機が水星海ばっかりだな。水星を入れておきたいですね、夜間に。離発着可能な、できるね。水星が179機。まあ、これでちょっとはなんとかなるかな。水星で夜間にも離発着可能で、第2の方も水星が入ってるね。よし、じゃあこれで次のターンに備えましょうかというところで、ちょっと今回はじゃあ南太平洋海戦で、アメリカ軍一方的に撃破しましたけども、イギリス軍の動きがちょっと危ないというか、怪しいというか、気をつけなきゃいけないなっていう状況ですね。ご覧の通り4個艦隊、まあ第2艦隊は傷ついてますけど、3個艦隊が完全に無傷の状態でアラビア海入ってきてますんで、この次のターンあたりでインド洋に侵入してきてもおかしくないかなというところになります。というわけで今回はここまでにして、次回この次をプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。